太極拳はかつて太極十三世とも呼ばれていた。いわゆる十三世、つまり八門、八方、つまり四世方向と四宮方向、五歩、前進後退、左庫、右半、中庭。古い剣譜にも八家、剣打、理心、孫漢、言魂で八方を代表し、五行、心、体、後半、定、五歩を代表する。太極拳を学ぶにはまず八方、360度運動角度を理解することから始まる。これらは太極拳の手法、眼法、心法、歩法の基本原則となります。